マーリンの窮地に再び現れるメリオダスたち。七つの大罪とアーサーが共闘するも、キャスパーリーグの恐るべき力の前に翻弄されてしまう。だがメリオダスの言葉を思い出したアーサーは混沌の王として覚醒、キャスパーリーグを飲み込む。全ての戦いは終わり、ブリタニアに真の平穏が訪れた。出るつもり。一人は寂しいよ。もしよければ僕らと一緒に。うん、大丈夫さ。行くあてはあるから。でもそれに寂しくなんかないよ。君が俺に言ってくれたじゃないか。辛かったら僕らがいる、七つの大罪のみんながってさ。ああ、俺たちはいつでも仲間だ。必ずまた会おう。うん、ああ、了解。行っちまったな。これでまた旅の始まりと同じ3人に戻ったわね。さてと、俺もぼちぼち行くとするか。今から残飯あさりか。バカ野郎、前に言ったろ、煉獄に行って兄ちゃんの墓を作れって。ホークちゃんは本当に優しいんだから。うわっ、惚れんなよ。そんじゃまたな、メリオダスエリザベスちゃん。さよならは言わねえぜ。うわー、あいつ煉獄にどうやって帰るつもりだ。はて、煉獄ってどうやって行くんだ。見ろ、豚が独り言を叫んでる。てか、豚って喋んの？同じ豚同士のよしみでよ。なあマーリン。やれやれ、世話が焼ける。ただし帰りの保証はできんぞ。え？見ろ、豚が消えた。てか、豚って消えんの？ここは深呼吸。無理だ、無理無理。こんなとこ早くおさらばしねえと死んじまう。やっと出られた。嘘だろ。本当にここがキャメロットなのか？オルロンディ、それよりも早く手伝ってくれ。分かったよ。この人間どももラッキーだね。あんたの癒しの魔力がなけりゃ今頃まとめて死んでただろうに。それでも全員は救えなかった。別にあんたのせいじゃないだろ。しかし驚いたよ。その傷、翼の跡だろ。ナナシ、あんた女神族だったんだな。古い話だ。今は主なき流浪の剣士に過ぎん。主ってやっぱ…あれを見ろ。え？嘘、あれは…ナナシ殿、オルロンディー。兄ちゃん、どこだー。おーい、死んでるなら死んでるって返事してくれー。おいデカブツ、どこに鼻つけて歩ってんだよ。おっと、すまんな。なぜ煉獄なんぞに俺そっくりのイケメンが？まるまるとしたボディ、愛くるしい容姿。まさかお前はマイルド、我が弟よ。兄ちゃん、兄ちゃん。この時をどれほど待ち焦がれたか。生きてたのかよ。平和だな。暴れワーム駆除、ペーネスの山賊討伐、任務完了と。スレイダー、もっと歯応えのある任務はなかったの？また魔人族とやり合いたいわけ？いや、そこまでは求めちゃいないけどさ。私は陛下にお尽くしできさえすれば他には何も望まないわ。陛下って現国王のこと？ごめん。私にとって陛下はバルトラ様以外にありえないのよ。だよね。おらおらおら、二人がかりでその程度か。天にハエが止まっちまうぞ。お言葉を返すようですが、頭に虫が止まってます。ウニー、オラは虫でね。プオーラ、どうしてここに？ジェラクに伝言だっぺ。ゴニョ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 。マジか、バンとエレインに。聖騎士長、俺ちょっと妖精王の森に野暮用できたんで失礼します。行くぞプオーラ。おい、野暮用って。聖騎士長の扱い軽くね。そこがあなたのいいところではありませんか。褒めてねえし。デスピアス、聖騎士をやめてどうすんだよ。故郷のエジンバラへ戻り王国を復興させる。でもなんで急にそれだけがリオネスを出ていく理由なの？魔人族と女神族が王と王妃についた国に仕える義理などない。私は人間のためだけの国を作る。さらばだ。あっ。これで全部と。ご苦労さん。さすがは王国の誇る剣術指南役様だ。別に聖騎士を引退する必要なかったのに。それを言うならそっちこそだ。お前が施薬院を開くとは。ま、らしいといえばらしいが。本当は旅に出ようかとも考えたけど、やはり私はこの国が好きなんだ。この国の人々のために少しでも力を尽くしたい。リオネスの未来は明るいな。新国王と新王妃が誕生した上に次期国王も決まっているようなものだ。そして立派な後進を育てる剣術指南役に。赤字になっても人々のため尽くすヘンリー製薬院。さあ帰ろう。ドドドーン、これなんか喜びそうじゃろ。父上浮かれすぎ。老人の楽しみにケチをつけんでくれ。だいたいお前たちはどうなっておるのじゃ。陛下、私たちは離れていた時間が長かったので、もう少しだけ2人の時間を過ごしたいの。なるほど。してそっちは。私たちだってもう少しイチャイチャしてたいんだよ。ベロニカ、それじゃ引き続きわしも孫のおもちゃを好きに物色させてもらうぞーい。あのね、男か女かもまだ分かっちゃいないのにおもちゃ買い込んでもエリーが困るって言ってんの。もちろん分かっとるよ。え、わしのビジョンでな。お前たちまだ覗いているのか。だってゲラード様、あのお腹一体何が入ってるのかな。また動いた。パンチかキックかよくわからないけど、人間と妖精の間に初めてできた子か。ロー、兄上、この世界はこんなにも平和になりました。でも不思議、私たち妖精は樹木や花から生まれるのに、バンと私の子供は私の中にできるだなんて。そうだ、この子の名前はどうしよう。もう決めてある。こないだのゼルドリスとゲルダの顔が忘れられないわね魔人族と女神族の間に子供が生まれるなんて前代未聞の珍事だってと言っても、今の私は半分人間だけどメリオダスまだ悩んでいるの。この子の名前どうしたの。よし、これに決めた。トリスタン、ランスロットトリスタン、どうかあなたに素敵な未来が訪れますように。さてさてさて、どんな未来が待ってんのかな。お待ちください、トリスタン王子。何の騒ぎだトリスタン。大事件って。僕は国を揺るがす悪の計画を知ってしまったのだ。そのせいで悪の手先に追われているのです。トリスタン様もう悪の手先って後ろの兵士じゃねえかよ。だから悪の手先なのだ。はあ、みんな落ち着いてよーく聞くのです。今夜うちの城にあの伝説の逆賊7つの大罪が集まるらしいという噂話を口の軽い次女から聞き出したのです。なんといっても相手はあの手配書の大悪党。絶対にリオネスを乗っ取ろうと計画してるに違いありません。ならば僕は王子として、いやリオネスの平和を守る聖騎士として奴らを捕らえる義務があるのだ。帰ろうぜ。じゃあねトリスタン、晩飯だから帰るよ。晩ご飯と王国の平和のどっちが大事なんですか。こうなったら僕一人でも捕まえてやるほら、どこまで遊びに出かけてたの？あ、ママ上、みんなで探したんだから。本当に落ち着きのない子ね。え？みんなで探してたって、滞在人たちが僕のことを。滞在人ってもちろんそうよ。まさか僕が秘密を知ってしまったことがバレている。ママ上、実はですね、パパ上と滞在人たちが今夜王国を転覆させるとの情報が。トリスタン、ずいぶん探し回ったぞ。出たな、7つの滞在。トリスタンだ、2人に似てすごく可愛い。確かにね。でもオイラたちの子に比べたら、子供ながらにこの投球はすごいな。さすがは団長と王女の息子だ。相変わらず元気のいいガキだな。お前な、大事な日にどこを突き歩いてたんだ？僕は知ってるんです。パパ上たちが王国から追われる滞在人だということ、そして今夜クーデターを起こすためリオネス王国へ集まったことも。ヘンディさんやハウザーさんにも裏は取りました。もう言い逃れはできませんよ。そうかそうか、まさか全てお見通しとはな。だが知られちまった以上生かしておくわけにはいかねえな。やっぱり真実だった。パパ上は本当に大悪党だったんだ。まさか本当のこと何も教えてないの？だってその方が面白いじゃんか。ああ、くそ、俺もやりゃよかった。パパ上なんかこの聖騎士トリスタンが成敗してくれます。なんだお前、聖騎士になりてえのかよ。うん、なんたって悪者を成敗するのが聖騎士だからね。はっ、おしゃべりはここまでだ。変な親子。団長らしいな。このリオネスを滞在人の好き勝手にはさせません。さあ全員外に出て尋常に勝負です。そうね、もうそろそろ出ましょうか。もう時間か。よし、行こうぜ。あれ、ほれほれほれ、歩け歩け、外に出ろ。花火？鳥さん、夜の散歩だ。はい。トリスタン王子、誕生日おめでとう。おじちゃん、おめでとうございます。どうもどうもどうも。今日はあなたの10歳のお誕生日でしょ。だからお父さんは今日のためにみんなを集めてくれたのよ。でもママ上、パパ上は大悪党の親玉だって。あれを見りゃわかんだろ。本当に大悪党ならあんなに慕われると思うかよ。僕は騙されませんよ。だって身長も僕とあまり変わらないし、いい加減だし、大酒飲みだし、ママ上のおっぱい大好きだし。僕はもうとっくに卒業したのに。そうだ、鳥さん、プレゼントは何が欲しい？伝説の剣。却下。では俺から特別な贈り物をあげちゃおう。滞在人と呼ばれた7つの滞在の真実の物語を。る自分の父親を大悪党と信じ込めたもんだ。教えなかったパパオメが悪いんだ。僕は悪くない。二人ともお昼よ。ああ、はい、それにしてもお前は一体どんな大人になっていくことやら。未来のことなんて誰にもわからないよ。そうだな。でもよ、逆に言い換えりゃお前の未来は無限に広がっているんだよ。あの空みてえに。でもどうせ僕は王様にならなくちゃいけないんでしょ。別に他のものになりたきゃそれでいいさ。え、本当？もちろん聖騎士だっていいんだぜ。それなら僕もう決まってるよ。